いい顔するじゃねえか、校舎サラリーマン北条未来。俺たちはてめえにいろいろ尋ねてえことがあってな。そのままおとなしく武器捨てて俺らについてきてもらおうかい。生きがるな。てめえがこの女と顔見知りだってことは調べてある。てめえは罪もない女を見殺しにできるほど冷酷になりきれるのか。くそ、卑怯な男だな。女人質にして生きがるんじゃないよ。ん？なんか言ったか。ほらほら、そのうち指に力が入って引き金引いちまうかもな。ひっ、ははは、思った通り葛藤してんな、青い。青いぜ。まあ人質見殺しにしたとこで俺としちゃ一向に構わねえんだ。そん時はあれよ、実力で俺様がぶち殺してやるだけだからな。おっと、半殺しでやめとけと言われてたかな。いいから武器捨てな。拾えばいいんだろ、拾えば。ちっ、ほらよ、受け取れ。ぐっ、楽しいことしてくれるじゃねえか。まだ踏み込みが甘えぜ、若造。このベルガー様の素顔を拝んだんだ。満足してあの世へ行きな。でもあんたはその言葉信じてるよ。役者が途中で舞台降りちゃいけねえ。なあ、ロズマリー。な、何言ってやがる。知らないね。おう。そうはいかねえ。首輪を思い出せ。
はメス犬の首輪だったな。後ろからそっくりやられる気分はどうだよ。サイコブラストってやつか。かすっただけで大した威力だ。無駄だ無駄。そいつはてめえの知ってる女じゃねえ。今のそいつは歩く兵器だ。そいつがてめえをぐちゃぐちゃにしてくれる。俺様は高火の見物してりゃいいって寸法よ。
り相手によく頑張ってるじゃねえか若そう。その女は羽化に成功した完成形だ。おい、てめえの戦った敵損ないとは違う、生きた兵器だ。この女には資質があった。福音の蝶によって化け物にならず羽化することができた貴重な成功例だ。時間をかけて精神操作を加えて、本人の自覚もないまま俺らの兵士、いや兵器となった。そうともさこの女は最初から我が教団のものだった。合図一つで殺人人形となる便利な道具だ。ローズマリー、早く始末しまえ。何やってるんだ。出来損ないどもみたいに暴走してんじゃねえだろうな。ユーリ、泣かないで。私が抱いてあげるから。けっ、もう腹いっぱいだ。思い出せロズマリー、てめえにはメス犬の首輪がつけられてるってことをな。そうだ、てめえは逆らえねえ。所詮は戦闘人形だ。いや、人形は、いや、まずそのガキをやれ。それからさっさとサラリーマンも片付けろ。いや、いや、
人を殺すための人形にされるなんて、いや、いや。私のせいでそんな大怪我までして、どうしてそこまでして私を助けてくれたんだよ。ごめん、力になれなくて。絶対にいつかうちに顔を出せよ。つまんねえ、落ち着きやがって。興ざめだぜ。脚本家交代だ。こっからは俺様が仕切るぜ。とりあえずてめえはこの場で惨めったらしく死にな。手違いってのはあるもんだ。見たとこ結構ダメージきてんな。仕上げに観察してやらー。